海王丸パークね。そうです、富山県が誇る射水市にあります海王丸パーク。あれ海王丸やろ、The most beautiful bays in the world。 日本語にすると世界で最も美しいベイです。はい、そうです。今日は何をしますか。なんかどんどんマジシャンコンプレッサーがフォトグラファーコンプレッサーになってきたね。一応カメラを持ってきました。そういうことだったんですね。めっちゃ腕痛いわ。重さどれぐらいあるんけ。いい写真撮れました。どこ、え、富山の方ですか。いや、皆さんで、ご家族、ご家族様。あの、実はですね、ちょっとガチャガチャ回していただいて、中に入っているポイントで私写真を撮るという企画をやってまして、1個引いていただいてもいいですか。ガチャガチャする？うーちゃんガチャガチャしてみて。はい、おりさん頑張って持ってきたよ。コイン入れんなんね。はい、どうぞ。うーちゃんの力で回るでしょうか。出た、出た、おめでとう。よかったね。取れた。お母さんちょっと開けてもらえます。うーちゃん、はい、出ました。なんて書いてあります。新港内川。内川。じゃあうーちゃんこれプレゼントね。はい、どうぞ。ありがとう。バイバーイ。はい、じゃあ皆さんありがとうございます。あれ、こっち来たくなった。ポンポーリーさんから離れるようになってもらった。あらよし、分かった。じゃあこうしよう。じゃあコンプレッサーさん、このカプセルをここでおまじないかけて、これプレゼントするから、ほら、ほら、消えちゃったね。あれ、ここが内川やよね。全体像がわからんもんね。はい、上登ってみようか。はい、いや、なんかいい感じの橋やな。お、あれ何、手あるぜ。いや、あの手近くで見たら結構でかいね。はい、なんなんけこの手は。何のためにここにみたいな。手なのに、はい、タイトル人やからね。手は人ほどに物を言うっていう言葉あったっけ。ないです。あ、ないよね。あれ、ほら、あれ愛や。そういうことか。手の表情でいろいろ表現しとるんや。なんてアートな橋。アート橋やね。おお、船、これ遊覧船。これ今遊覧船来たってことだし、これ写真撮らんなんてことやね。お、写真撮るの忘れとったわ。何してんすか突然。え、あっち向いてほいで負けたし。なんかいまいちいい写真撮れんね。船入れた写真撮りたいね。難しいね写真って。もうなんかちょっと絵になる感じ。あの赤いの、あれも橋？あ、あれが一番有名な橋ですね。あ、みんな君、船来たぜ、船。こういう時どうやって撮るんやろ。全然わからん。どう、このポージング、はい、楽しい顔してないよ。真剣なの、真剣。富山ビューポイント。お、ここからの景観は県民の貴重な財産です。じゃあ今から財産お目にかかってきますか。はい、どっち。こっちかな。今台風の目状態やよね。手応えがないんすけど。なんか今回いい写真撮れる気せん。こんなに素材がいいのに腕の問題やね。違う、多分足の問題や。足だってここ橋12個あるんやろ。はい、それ全部見んとわからんくね。どこが一番いいか。ちょっと船に乗ってもいい。これ船なんすか。失礼。馬に乗ってる人ある。ほら来た、あそこ、ここや、ここ。ほら、なんか問題でも。なんかもう帯に水かし、たすきり流しやね。電線消してほしいし、電柱ない方がいいなと思ったり。でもこれはダメやよね、こういう考え方はね。だってもしもこれがなかったら僕は幸せなんだって言ってる人と一緒じゃない。その中でどうやるかっていう、ここが大事なんじゃないかなと思うんですよ。はい、頑張ります。はい、なんか今いいこと言いました。なんかいいことっぽいことになったね今ね。はい、いいもん見つけた。お、写真それっぽく見える。イチョウの木。あの黄色に助けられるからね。あれ使おう、あれ使おう。黄色と赤の橋のコントラストって良さそうじゃない。あ、いいですね。高いな、木が。もうちょっと縮めてよ、木。そんな力はないです。何されてるんですか。鳥の餌ですか。なんかね、この内川のいい写真撮りたくって、はい、基本的にはその橋撮るか。じゃあとりあえず私、あの赤い橋を撮ってきたっていうのは正解なんですね。そうそうそう。よし、じゃあ頑張って餌飛ばしてください。餌じゃなくて、餌の殻。殻で。どうもどうも。はいはい、この木の橋も味あるよね。綺麗な写真が撮れないかなと思って頑張ってるんですけど。快晴の時、山見えたら正面に剣だけ。はあ、そうなんや。山ないですもん。ちょっと山出してもらっていいですか。そういう風にして、こう、なんていうかな、水と橋と真正面に見えるのは多分この内川と、はい、それから岩瀬、元の場合やったらね、漁師さん待機する場所。あ、そうなんですか。うん、この
壁ずいぶん古い感じですけど、その時のまんま。うわ、見るからに古そう。この皮とか箸に目が奪われがちですけど、案外こういうの写真撮ったらかっこよくなんじゃないですか。長いこと戦ってきましたよっていう、もうずっと住んでると写真撮ろうとは思わないですか。小学生の時、写生大会の場所でした。漁船と内川と橋がないように。いい仕上がりでした。今日は食べませんでした。ああ、そうですか。でも地元の人たちにとってはふるさとの景色なんですね。小さい頃からね。さっきそこで3人子供たち休んでたけど、子供たちも少なくなったし。いやー、内川の写真どうなりましたかね。おお、びっくりだ。おお、どうもどうもどうも、すごいね。みんな楽しそうやね。それではコンプ写真展です、どうぞ。